はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論からはい、2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表下落トレンド進行中ストーキャスティックス買いシグナルが点灯ということではい。2時間、足ベース短期のショートカバーに警戒しつつも軟調な展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す21本移動平均線、えー、と難聴な展開ということで、ローソンカッシャーといいますと、21本移動平均線の真下に位置しておりますので、2時間足ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中ということです、はい。教えたゲストキャスティックス、買いシグナルが点灯しております、で直近の動きですね、パーセント D、パーセントスロー D、直角に上昇しておりますので、結構強い買いシグナルが現在、点灯中ということです。 はい、2時間足1目健康表です。形状から言いますと、下落トレンドの形状。ただ、ローソク足はと言いますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました転換性、上抜け、成功しております、はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは92円ちょうどレベル、92円ちょうどレベルと考えております。このレベルですね。はい、続きまして、レジスタンスラインですけども、 はい、二時間足、二十一本移動平均線レベル、九十三円の二・二レベル、九十三円の二・二レベルと考えております。はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ。九十二円ちょうどレベルから九十三円、二・二レベルということです。はい、ポイント、ショートカバー優勢も、勢いは弱めということで。 はいえー、と現在、2時間足、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しております。はいえー、とパーセントリーパーセントスローリーの向きは若干鋭角に上昇しておりますので、結構か強い買いシグナルが点灯しておりますが、はい、ボリンジャーバンド一目金好表ですね、強い下落トレンドが進行中ということなんで、はい、本日、ニューヨーク市場ですね、オーストラリアドル円につきましては、まあ、短期のショートカバーには警戒しつつも、難聴な展開と考えております。 本日は以上となります。